ボーイズの振付師はグループをセブンティーンと比較し、失礼なコメントをしたことで批判に直面した。8月5日新しいポッドキャストエピソードが1ミリオンダンススタジオの YouTube チャンネルに投稿されました。このポッドキャストは2人の有名な振付師バッグ KOOYONG とちょい YONGJ アンマホストを務めています。バックピオン左側は THEBOYZ の振付師 J4 軍、右側 YS イブンティーンの振付師です。このエピソードでは2人の振付師がセブンティーンのスーパーを含むアイドルのダンス練習ビデオを一緒に鑑賞した。バックピオンは基本的には S イブンティーンの方がスキルが高いとコメントした。で、ヨンジュンはどちらのグループも良かったので、どちらのグループが良かったかを言うのは本当に難しいと答えた。バック、プヨンは本当にどう見ても S イブンティーンの方が良かったと続けた。で、ヨンジュンは彼らは互角だったと思う。そして私も以前にそうしたことがある。彼らと3曲ほどやったことがあると語った。特にピヨン、ソヌ、キューは他のグループではなかなか見られないグループです。しかしバック、クヨンはこれを見たら生意気になりそうな気がすると話した。で、ヨンジュンはそんなことはないだろう、もし彼らがそのような人たちだったら業界で生き残ることはできないだろうと反論した。バック、クヨンは昨日言ったように皆さんは謙虚でいなければなりませんと言って話を締めくくった。多くのファンはバック、クヨンのコメントが一線を越えたと考えた。当該ポッドキャスト動画は多くの批判を受けて削除され、1ミリオンダンススタジオは YouTube チャンネルのコミュニティタブに謝罪文を掲載した。